ため、ボートの再建調整は中止となりました。ご了承ください。じゃあ、き、はい、あ、かっこいい、ありがとうございます。あれ、出雲にで乗られてる会員さんなんですよね。あ、はい。普段ってどういう感じのことをやってますか。普段は、整備関係、整備とか、あとは手足と浸水がないかとか、あとは、走行中に落ちた故障箇所とか、はい、はい。出航中も。女性大佐で何人ぐらいいらっしゃいますか。多い時で50人ぐらい。あ、そんなにいっぱい。今はもうちょっと減らしてるので、はい、改造に向けて
うん、あ、3時40人。あ、会場が近いから。はい、ああ。それまた会場終わると楽しみですね。はい、そうですね。はい、あ、ありがとうございます。あ、カランです。あ、でも会場が近いから。ありがとうございました。撮られてる方ですか？撮られてる方ではないです。ああ、なんか研修的な感じ。別のブースで仕事してて、ちょっと遊びに行きました。ああ、そうなんですか。すいません。ありがとうございます。そこそこ。あ、あ、みよこ、この前、あれ、どこで見たの？あ、舞鶴で。あ、舞鶴で。はい。はい。あ、そうですか。あ、ありがとうございます。あれでも、そこそこ。
お二人とも出雲の乗員の方で、はいはい、ありがとうございます。普段どういうことをされてるかお聞きしたいんですけど。あの動画ですか今。あ、そうです。あ、そうなんですか。私はこの機械、船のエンジンを整備させて。エンジン、すごい。じゃ人形よりでっかいですよね。あ、いや全然、最終的に言うと旅客機についてるエンジンを乗れるようにしてるものなので、はい、それで大きいわけであります。あ、そうですか、はい、すごい素晴らしいですね。あと どういうか。私はヘリを搭載の時に、はい、ヘリコプターの整備員として乗ってます、はい、すごい。なんか上にあったの羽がなかったけど、はい、羽は取り外しました。すごいですね。普段は、はい、他の航空基地から飛んできたヘリをここで整備して飛ばしています。あ、そうなんですか、はい、すごい。お二人とも素晴らしい。あ、じゃあちょっとこれをお願いしてもいいですか。二人で並んで。あ、ありがとうございます。かっこいい。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。あ、ありがとうございました。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 今日は急だ。なんかすごい並んでる。ありがとうございました。はい。防衛大学、防衛大学の方ですか。そうです。防衛大学の生徒さん。学生です、はい、すごいかっこいいんですけど。あ、今度なんか学校、はい、学園祭が行われるのです。すごい、行ってみたい。誰でも入れるんで。あ、はい、そうですか。あ、いいですか。ありがとうございます。はい、ぜひ。すごい、すごい、すごい。いや、ありがとうございます。お待ちしてます。ありがとうございます。あ、これはこの基地の方です。はい、そうです。普段どういうことされてますかね。かっこいい。これお願いしてもいいですか。ありがとうございます。かっこいい。ありがとうございます。はい。かわいい。なんか。かわいいね。めちゃくちゃ暑い。
え、お湯がすぐできるってことですか。これあの加熱剤入ってまして、へえー、加熱剤、え、熱いの、あったかい、高いんですね。え、こんなのあるんですか。はい、上はもう水蒸気が熱いんで、へえ、下ちょっと温かい、これでね、ご飯温めるんです。へえー、お弁当温めるんです。すごい、初めて知った。ポテトサラダとビーフシチュー。ああ、温めるために。はい、実際災害派遣の現場ですと、あの水図で作ったご飯は被災者たちからご飯になります。私たちはこお弁当ですね、温めて食べるとか。はい、へえ、すごい、初めて知った。1食1100キロカロリー、1食で1100キロカロリー、3食ですね、で3000カロリーを超えて少ない、はい、あ、まあ、体力使いますからね、はい、やばい、水図これ家にあったら、あ、これ可愛い、ビーフシチューって早くない？あれさ、酒にしよう、あの、あ、すごい、ビーフシチュー、すごい、あ、肉じゃがとか、あ、カツオカレー、へえ、いっぱい種類がある。あれ開けると、かっこいい。これで使ってみます。あ、これかわいい。めっちゃかっこいいんですけど、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、高校の説明会、え、教育隊の、ちょっと遠くから来たのかな、よくは新潟から来たんですあ、そう、みょこ、この前まあ、舞鶴で見てきたんですけど、新潟にも来てくれたから、
二人で撮らせてもらってもいいですか？お二人、どうもどうも。え、なんか こんな敬礼とかってもうしちゃっても大丈夫だ。恥ずかしい。あ、そう、かっこいい。ありがとうございます。グーグー。いいですね。あ、いいんですか？私みたい、私のようなもの。え、かっこいい。何これ？シールなんですか、これ？え、かっこいいよ。めっちゃいいじゃないですか。いや、ありがとうございます。あ、どうもどうも。かっこいいんだけど。めっちゃかっこいい。いや、最高。めっちゃかっこいいんですか？お願いします。かっこいい。ありがとうございます。潜水の担当の方ですか？そうです。潜水員です。すごい。なんかこれ着ててもすごい細いんですけど、あれ。すごくないですか？いいですよ。どういう時に潜水しますかね？船の艦艇検査だったり、あ、艦艇軸だったり、プロペラ周りの検査を主に、はい、船に乗ってる潜水員。まあ、そうなりも物をなくしたりとかしたときに海に潜ってそれを捜索したりとか、はい、すごい、すごい大変ですね。あれ、冷たい海にも入ったりするんですか？入りますよ。それはすごい。冷たい海がこっちのドライスーツで来て、あ、冷たい色がある。はい。ありがとうございました。すごいね、めっちゃ人気。冷たいとこよ。あ、すいません。あ、ありがとうございます。すいません。それが冷たいとこよ。めっちゃ混んでる。こんにちは。
ごい。じゃあ、せーの。人気だね。操縦のパイロットさん、ヘリの操縦ですか。あ、そうです、はい、すごい可愛いですね、ペンギン。今日はちょっとこの子と一緒に。あ、いいです。ありがとうございます。ちょっとこれしてもらってもいいですか、ね。いいですか。ありがとうございます。かっこいい。ありがとうございます。かわいい。電気で進むんですっていう紹介のパネルになってます。新幹線とか電車もですね、まあ、電車というだけで電気で進むんですけど、このしらせもですね、電気の力を使ってモーターを回して進むようになっています。12月14日、しらせは三つ子ルム湾沖の流氷域に到達しました。横の方にちょっと動かして落ちないような、なんか。
あ、ジロジロ、ジロワンちゃん、ありがとうございました。うわ、すごい。ありがとうございました。あ、こっちの方が広い。ありがとうございました。ありがとうございました。いや、すごかった、しらせ。初めて。花見だから波。いあ、すいません、ちょっと あれって何ですか、あのレンコンみたいな。あ、無線機のアンテナに。あ、無線機、あ、ちょっといいですか、無線機のアンテナ、はい、意外と短くても大丈夫ってことですか。そうですね、でも、距離は短く、そんな遠くにはない。ちょっと敬礼とかしてもらってもらって、あ、すいません、あ、かっこいい、ありがとうございます。
入れる。射撃ってこれが担当ってことですよ。すごい。これって中に人入れるようになってる。で撃つときは入んないんですよね。撃つときはやっぱあの環境からとかですか。中にそういう撃つところがあって、はい、そこで環境とは違う場所。すごい。ありがとうございます。あ、ちょっとあの敬礼とかしてもらって。ちょっと。あ、かっこいい。ありがとうございます。かっこいいです。ありがとうございます。へえ。あ、噛みすぎなんだけど。すごいね。あ、こんにちは。ありがとうございます。教える、あ、学生さん、はい、学生、すごい。あ、出雲のバッジつけてる。もらったやつ。あ、もらった、よかったです。ちょっと敬礼とかしてもらっても大丈夫ですか。あ、はい、あ、かっこいい。ありがとうございます。はい、すごいかっこいい。結構ボギースクール。あ、そっちか。なので、本当最後の最後まで競っていた選手です。韓国は本当にめちゃくちゃ近代五種が発展していまして、あの近代五種、日本では、男女合わせて人口が50人ほどしかいません。その中で、今回メダルを取れたことは本当すごいことなのですが、本当あの韓国ではもう何万人と言います。そして韓国で国体を開くぐらいです。そしてあのライブ中継は全部 YouTube でやります。皆さん、はい、こちらでもやってます。してもらってもいいですか。あ、すいません。あ、動画だけど。あ、ありがとうございます。かっこいい。ありがとうございます。皆さん好きな方と。ありがとうございました。あ、じゃあお二人で敬礼もいいですか。はい、あ、じゃあ、お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。敬礼で一枚お持ちです。あ、ありがとうございます。かっこいい。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。また来てください。あ、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。帰ります。ありがとうございました。はい、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 は
Thank you.